この先は昔の国境になる。さらに先へ行くには長いトンネルを抜けなければならないはずだ。多分そのトンネルだと思うが、いつだったか単独事故があったという噂は聞いたことがある。まっすぐな道路のはずだから、おそらくスピードを出しすぎたのだろう。やがてトンネルはすぐに出現した。抜けた先の小さな町で書類を届ける用事を済ませた俺は、いよいよ腹が減ったので廃れた雰囲気の食堂に寄った。客は少なく、よそ者が珍しいのか、おっさんが話しかけてきた。あんたみたいなのは久しぶりだとか、どうやってあんなところにぎっしり詰まって暮らせるのかなど、遠慮ないやつだが別に嫌いじゃない。都会に比べれば俺の地元だってかなりの田舎だし、ここと大して変わらないと返すと、ミクロってのは面白い冗談を言うもんだと笑いされ、瓶ジュースをおごってくれた。それでも飯は結構うまかったし、これで帰路に着くことにした。駐車場で車に乗ろうとすると、いつの間にかさっきのやつがいて、瓶はこっちに捨てていきなというので、最後の一口を飲み干してごちそうさんと放ってやった。瓶をキャッチしたやつはニヤッとすると、何がおかしいのか再び大笑いしながら店に戻っていった。それから再びトンネルを通って地元に戻った数日後のことだった。トンネルの先の町での用事の依頼者のもとへ仕事の報告を兼ねて報酬を受け取りに行くと、客用のお茶代わりなのか、あの瓶ジュースが出てきた。俺の様子に気づいた依頼主は一瞬ニヤッとしてから話した。それはにわかには信じられない内容だった。まず、かつてあのトンネルで車の単独事故を起こしたのはこの依頼人だったのだ。あの日、うっかりこの瓶ジュースを持ったままで車に乗ってしまったため、トンネルの中で大きくなったそれに気を取られてハンドル操作を誤ったのだという。何を言ってるかわからないかもしれないが、早い話が、トンネルの向こうは巨人の国だったのだ。いや、向こうにしてみればトンネルの向こうは小人の国なのだ。だからてっきり方言の訛りかと思ってたが、今思えばあの食堂のやつは俺のことを確かミクロと呼んでいたのだ。そして依頼人が言うには、あのトンネルを通れるのは特別なものだけであり、出発時に身につけていた衣服や利用する車などは徐々に大きくなったり小さくなったりするが、到着した先に存在していたものをトンネルに持ち込んでも元の大きさのまま変わらないというのだ。お茶代わりに出してくれたこの瓶ジュースは、依頼人がこっちの国で新たに作らせたサイズ違いのコピー品だという。そしてこの瓶ジュースは双方の国を行き来する、いわば外交官の通行証のような役割を象徴するものでもあるという。こうして依頼人は外交官の代わりに俺を選んだというわけなのだ。なぜ俺が、と言いかけると、依頼人はこう付け加えた。外交官ってのは誰でもなれるわけじゃない。双方の国を行き来できるのはそもそもこの世界の住人じゃないものだけなんだよ。おいおい、俺は巨人族でも小人族でもなく、そもそもこの世界の住人じゃないだって。まあお前さんの先祖がそうだというだけだから、と依頼人は大笑いしている。その外交官ってのになると、俺もいつかああやって大笑いできるようになるのだろうか。瓶ジュースを飲みながら、だったらそれも悪くないかとちょっぴり思ったのだ。そしてあのトンネルとはしばらく腐れ縁になると感じていたのだった。